Wondering Grocer, which dream that is was be yesterday, but it didn't be so. Watch this one and good luck. Don't forget to like and subscribe. I will maybe talk later and show you all stars. Just all what is need to you, you see. And I will leave descriptions about this one and info that I found. So yeah, let's go.二度にわたる冬が続くとき、世界は飢えと戦乱が満ち溢れる。あまたの悪意と嘘が飛び交うだろう。平和と安息の時代は終わり、終末と破壊が呼び込まれる。七つの大罪とともに、ログインイベント毎日ログインすると最大でダイヤ200個と最大無料での情報スライドお願いします。ドン。グローバル版 4.5 周年感謝スペシャルガテの情報スライドお願いします。ドン。グローバル版 4.5 周年スペシャルミッション、ミッションクリアでガチャスライドお願いします。ドン、はい。ラグナロクスペシャルルーレットイベント、各種ステージで素材を集めてルーレットの情報スライドお願いします。ドン。ラグナロクスペシャルボス戦、ギャルガ&グレイブを倒してファンアート情報スライドお願いします。ドン。ラグナロクチャプタークリアイベント、ラグナロクのチャプターについての情報スライドお願いします。ドン。ダイヤペイバックイベント情報スライドお願いします。ドン。新アーティファクトセット効果、ラグナロクのチャプター8について激アチンを見ていきたいと思います。それではご覧ください、 VTR どうぞ。ロキか。この揺れ、そうか、
地下に閉じ込められていたロキが地震の原因だったのか。父ちゃんの匂いも父ちゃんとのつながりも感じなかったのに、どうして。教えてやろう。この私、監視神ヘイムダルの力が込められたこの鎖で縛っていたからだ。今度は何者だよ。ヘイムダルって誰だ。神ばっかゾロゾロ出てきやがって。競技祭の勝者は最後にロキと戦うと説明されておっただろう。このように準備をしておったのに、せっかくの思考が台無しだ。やれやれ、確かに台無しじゃ。せっかくわしが付き合ってやっておったのに。まあよかろう。これも世の全知による想定のうちだ。ヘイムダル、悪神ロキを解き放て。は、仰せのままに。こちらスライドをお願いします。ドン。新たな世界での開港ということで、見知らぬ世界で目覚めた7つの大罪一行は、そこで出会った少年フェンレていることをロキ探しの旅大丈夫ですよ。大丈夫です。神々ね、神々 ね、 神々ね。フェンリルの父ロッキーをフレイムフレイに来たなくなるのやばかったそれ。あったそしてそしてチャプター8、新たに明らかになる真実お願いします。ドン。ヒーローアリーナシーズン8の情報こちらです。ドン。きた。おお、ジョーヘル生物追加。ドン。新コンテンツ英雄の書第1章追加ということで、こちらチュートリアルミッションコンテンツ情報スライドドン。騎士団対抗戦の改編、一定以上のリーグの参加条件を変更しモチベーションをスライドお願いします。ドン。魔獣戦フレーズベルグ4回追加ということで、魔獣戦4回走、超越のフレーズをスライドお願いします。ドン。生物強化システム追加、魔獣戦4回走で獲得できるということで、全体等級別のフレーズベルグの勝率を公開、魔獣戦に挑む際の指標にしようと、このようになっております。今回ね、高木さんがチャレンジしなさい。もう見て、もうすでにほら、うわ、ちょっと違う、私なんか鎧つい増えて紫色になってる。青だったよね、あいつ鳥。いやでございます。うわー、もうだいぶ強そ う、 う強そうね。ということで今回はこちらのパーティーでやっていきたいと思います。はいはい、この古めなキャラクターが結構古めですよ、うん、はいはい、もうこれはね、はい、ということでやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。はい、ではレッツゴー。今の編成でいけるのかな。まあまあ一旦試しにって感じですかね、うんうんうん、簡単にギミック的にはどんな感じになるんですか。天の声さん、ギミックを教えてください。言える範囲だよ言えないってことか。何ちょっと待って、アドバイスしつつってあるのにどうしようかな。何、まあまあでも普通にちょっとやっていきますよ。そうですね、普通に構えていつものフレースベルグの感じでやっていってもらえれば、はい、まあ構えて殴って殴って、うん、ヘビメタヘビメタヘビメタダメージ気になるんですよ。ですね、エスカですからね。え、全然消せない。あー、硬いっすね。いやー、硬い、結構高いな。エスカでこんなもんか。エスカでこれか。エスカでこれっすねでも闇メリ結構ダメージ入ってる。生物が実装されてちょっと強くなりましたね、闇メリ。そっかそっか、ダメージそんな痛くないじゃない。痛くないですね、うん、確かに今のところは。あの3階層とかに初めて行った時の絶望に関して比べれば、あれ実装されてるし、いや9万。フェーズ1ぐらいはクリアしたいな。耐久してたらこだまったらいいっすね。はい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 、今のところはまあ時間かければって感じかな。変なギミックない。フレースベルグといえばなんかワンパンもらったりとかありますか。そうですね、確かに。でもエスカの単体もあるし、え、
あ、攻撃関係スキル無効化入った、無効化できたらもうエリーと回復入れてもあれなのかな。これの解除ってなるとメリオダスのスキル2かね、まあ、デバフ効果解除しようかな。いや、それ解除できない。え、そうなん、あ、そう、本当だ本当だ本当だ。まあでももうこれもうしょうがないですよね。ね、殴るしかね、邪魔なんで。うん。殴り殴り殴り。お気札だった。えい。あれ？硬くなった。ああ、まあ、スキル効果無効ついちゃってん。そうです。ああ、そういうことか。そういうことか。ダメージ可愛い感じになった。そう。うん。からの。何番ですか。さすがにでもこれは。青めげの方がなんかいいんじゃないかって思いますけどね。そこがガチャに出るね。はい、みんな必殺溜まってく。お、え、吹っ飛んだ。何か間違いを起こした。ルート間違えた。なんか引っかかった。必殺今自分の基本ステータスが 1000% 増加する。英雄の道を改善、よりプレイしやすくなるようミッションの難易度を調整いたします。属性速力、種族不明、入手方法はラグナロクゴッドフェスガチャとなっております。すごい太ももですね。すごい、それじゃあコスチューム見てまいりましょう。ゲーム画面お願いします。なんかちょっとアメコミ感あるしね、かっこいい。うん、なんだ、うん、違うかい。おワイルドさん。ワイルドさんですね。これまずホークパスのコスチュームのワイルドさんです。本当だ、魔人王のね、かわいい、なんかかわいい、カブトみたいなやつなんですね。はい、こんな感じです。で続いてヘル、あー来た、ヘルちゃんの本当だ、生物、生物かわいい。いや、いいな。まあ強化込みでこのぐらいですね。生物強化込みで、オミか、うん。でこれ、うわ、サブちゃんの新しいコスチューム、かわいいね、かわいい、凝ってる。めっちゃ評判良くて、運営内でもで特にこのカットインイラストがめちゃくちゃいいんですよ。いきますよ。あ、かわいい、めっちゃいい、これめっちゃいい、評判良かった、すごい評判いい。え、めっちゃ欲しいこれ、ね、夏感あるな、しかも、うん、いいな、いいな。で最後お待ちかねトールさんですね。かっけー、くわー、強そう、いい太ももだ。これ今装備は何装備なんですか。これ猛攻鉄壁です。猛攻鉄壁で73,000いきそうだな。これ生命だとどんぐらいなんですか。生命だと7000、あ、77,000ぐらいですね。7万、まあ、UR だから怖い怖い、もう8万見えてきてるやん。バリ高で、トールのコスチュームなんですけど、うん、SSR がこれですね。かっこいい、うん、で、UR めっちゃいい、で他あ、これ好き、あ、いいね、これいいね、めっちゃ好き、日本のね、なんか素敵、さらし感が、どこ、あ、いい、うん、海の家の姉ちゃん、確かにですね。夏休みとかありますね。でこれなんか戦士みたいなやつですね、うん、あ、うん、戦う女性って感じですね、うん、確かに。で武器でいうとこれ普通のハンマーですね。ミョルニル、来た、ミョルニルハンマー、これ、あ、太鼓のやつか、太鼓みたいな、なるほど、あ、いいね、これいいっすね、これかわいい。これピコピコハンマー、ピコピコハンマー
さっきの、さっきの夏の姉ちゃんの。そうです、そうです。ピコピコハンマー。ロイヤルハンマー。かっこいい。うん、かっこいいやつですね。ビューティーめっちゃ気になる。ビューティー気になりますね。うん、これが普通の方かな。ティアラみたいな感じになってるんですね。これが黄金の方で。嬉しい。こっちの。いや、この髪型かわいいな。髪型なのがいい。わだ。いい。サングラスですね。これが。ああ、謎姉ちゃんですね。うん、で最後兜です。あ、かっこいい。これもこれでかっこいいのかなと。いいな。うん。あ、その兜でさっきの服装したら、あ、良さそう。良さそう。かっこいい。雷撃とはクリティカル確率2倍のスキル使用時に全てのダメージを無効にしていくと。無敵は強すぎ。はい。なるほどね。味方を。うん。で、神聖なイカズチ自身も、あ、ごめんなさい。はい。高木はよくある滞在パーでございます。おお。一番今いるやつだ。じゃあ。そうですね。で、僕のマリンさんだ。こんな感じですね。なるほど。いや、しかもちょうどコスチュームがあれなんよな、サブなんか新しいコスチュームなんよな。あ、本当だ。かわいいやつだ。かわいい。かわいい。トールはトールででんでん大根のトールだし。かわいい。さっき裏で書いてきました。あ、かっけえ。懐かしいなこれ。いや、いいね。なんかトールとエスカロールのさ、対面めっちゃかっこいいんだけど。熱い。もうパワーパワーって感じじゃん。あれ？太陽の神か。内心状態だ。太陽か神か。先行は高木さん。はい。まあ大体パですからね。はい、先行はもう取れます。どれぐらいこれで与えれるんだ。リシャさんからのブライトラッシュ。まあ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 。刺激じゃない。これ落としきれないですね、サブナック。まあ、まあ、とりあえずここでね、羽を1個付与しと闇のオーラ1個もらっとけば。うん。はははは。今通る。オーラじゃないけどバチ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 って雷が、うん、先ほど攻撃ちょっと食らってたのでここで7万5千ぐらい今蓄積しているような感じです。これの 30% の追加は今はあるということですね。じゃあ、はい、まずはいやサブナックかわいいな。でワニパックンで、ゴーセルが気絶しますね。本当本当これ狙える側は嫌ですね。これ砂漠状態じゃないとまあまあそんな感じか。手ダメージでしょ。解略そんな入ってないですね。とりあえずサブナック倒すかな、うんうん、でも今豆腐だ1枚、うん、下がっている。解略ってますけどいいんすか。確かに次落ちろね。はい、来たよ。落ちろ。いやーかっこいい。マジか。え、開脈だよね。開脈だ。開脈金無駄だよ。で、先ほどの全体で、あの雷神の裁きが発動してる状態ですね。バキバキになってますね。ゲージが。バキバキ。バキバキ。制限マイナス30も入って。確かに、なんか。ここか。で、これで反対2枚。もう今 50% 追加得られる状態です。そうです。一番いい状態ね。え、かっけ。単独性相手でこれ追加ダメージは横に入んの。横にも入ってます。両サイドにめっちゃ入ってますねこれ。うわー、メリオダス。え、今のって銅札ですか銀札ですか。今の銅札ですね。2枚とも銅。これボッティさん、ラグナロクの S か実装されました今。ラグナロクの S かです。これが戦い方としては今みたいにエスカノール1体に攻撃するよりかはメリオダスに攻撃して全体打っての追加ダメージ入って、今度エスカノール殴って全体ダメージ入ってという方が効率はいいんですよ。なのでちょっとプレイングが難しい目ではあるんですけども、でも単純なアタッカーとしてはだいぶ強い部類になるのかなと。しかもこれ減れば減るほどマイナス30以下ぐらいのラインってさ、また無敵ラインきますもんね。そうですね、意外と無敵控えてる。そうなんですよ。これ全部終わっちゃうから。いや、きついな。これ銀札で打ってもいってる。銀札。いやこっからこっからでしょ。だって銀札82万ですよ、2人いて。確かに。えぐくない？す
すごいね。SSR UR キャラの出現率 4%、 さらに新キャラの出現率アップにて専用のガチャチケットを購入していただいて、7月31日に購入回数リセットでドドンということで、ね、ですね、来週の鉄曜公開でございます。プレイ結果を投稿すると抽選でダイヤ30個が、はい、当たるキャンペーンになっております、うん、ということで、生駒さんに挑戦いただくルールは今回こちら、はい、ということで、バーサス天の声さん、はい、こちらウェブゲーム、雷神の鉄を、ここから生駒さんにプレイしていただいて、天の声さんに勝利できたら、はい、豪華アイテムをプレイ、はい、プレイアバウトエッバーエッバーズネットエッバー and I show you what is about your passive no wait passiveUltimate and Jack, what she can do. And here is about her stuff. New skins, a bird on floor, that's what you can get. And you can upgrade your organic to get like bird, I guess.This is how much you need. Plus, you're getting if in those books to do it and get gems stuff. So, this is maybe what you can get. Some cards. Or relics you're getting that you saw. Astarosa in there. Now his login bonus like looking like this, and yeah, event rewards that you get, login bonus, was can go 100, like what? Back, all is back that one that you can get.This is if you clear all of it, and this is what you can get. So, plus, you have any event bonuses, those both is maybe easy to beat, and what you can buy for those. Here, arena, and yeah.Some changes can change that to that. New skin for Submac Hawk Pass. This is for free. This is for money if you buy a Hawk Pass. This is what you can buy. And Hawk Pass.This is what you can ignite for if you go. You can send that. New icons about the menu. Battle menu. Your labyrinth icon. Your arena. And you can buy. You fix some packs, I guess. And 20 diamonds for a subnuck.Skin you can buy. And that's all. Yeah, Alexa. I will leave all of it info in the description.